墓山古墳は大阪府羽曳野市白町にある前方公園墳、古市古墳群を構成する古墳の一つ。宮内町により、王神天皇、江賀も福見陰寮の倍長に事情されている。また、1975年2月22日に国の史跡に指定されている、古市古墳群のほぼ中央、本田五病山古墳の南西に位置する。 全長約225メートル、公園部計約135メートル、高さ約20.7メートル、前方部幅約153メートル、高さ19.3メートルメートル、古市古墳群では5番目の大きさである。墳球は三段築成で、吹石と埴輪が確認される。首レブの両側には作り出しがあり、周囲に幅約15メートルの堀と、 幅約37メートルの包みを巡らしている。公園部長には、吉光門を隠刻した、辰山石製の長持ち形石棺の二石が露出していたことが報告され、周辺から出土したと伝えられる、活石性マガタマや、継承埴輪が宮内庁に保管されている。出土した埴輪や、石棺の特徴から、5世紀前半の築造と考えられる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成周囲には売墳とみられる5つの宝墳が存在しているこのうち現在は消滅した一辺18メートルの宝墳である西墓山古墳の後からは発掘調査の結果大量の鉄器が出土している人体の埋葬施設は確認できず副葬品のための売帳とみられている なお、西馬塚古墳は、古事記に登場する、自分の馬と交換してもらった馬が翌日、はにはの、馬になっていたという話の舞台とされる。墓山古墳の南側集合は後世に外包みを削って埋め立てられ、現在は墓地になっている。この墓地の一角に、桃井春倉の墓がある。ありがとうございます。